どうも、石川です。はい、これより登録が参りました、学問解説講座を始めていきます。こちらの講座では、九州沖縄ブロックの2020年度、問い81から問い90までの学問について解説していきます。学問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それではやっていきましょう。引き続き第3章です。いやー、第3章長いですよね。頑張りましょうね。では、問い81番です。月経及び婦人薬の、適用対象となる体質症状に関する以下の記述の整合について正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは4番が正解となります。まずアなんですが、月経周期は主治のホルモンの複雑な相互作用によって調節されており、乳腺で産生されるホルモンと卵巣で産生される女性ホルモンが月経周期に、関与していますよとあるんですが、これ乳腺ではなく視床下部というところで産生されるホルモンが関係してきます。視床下部ってどこかというと、私たちの脳の、中心部分のところ、脳の中心部分のところに、この視床下部というところがありまして、ぜひこの画像検索で調べていただくと、あ、このあたりかなと、あ、なんかちょっとちっちゃいとこだなっていうのがすごいわかるんですけど、まあ、そのようなところからですね、ホルモン出しましょうという指令を出すんですよ。一番最初の司令塔になるところです。で、ホルモン出しましょう、例えば女性ホルモン出しましょうみたいな形で指令を出して、そしてで、卵巣のところからですね、女性ホルモンがさらにこう出てくるような形になりますので、そういった意味では視床下部は結構ね、私たちのホルモンで一番大事なところになりますので、ぜひぜひ位置関係確認しておいていただくと良いかと思います。ということで、あば誤り、そして E、加齢とともに卵巣からの女性ホルモンの分泌が減少していき、やがて月経が停止して、妊娠可能な期間が終了することを更年期と言いますよとあるんですけど、更年期ではなく、これは閉経ですよね。更年期ではなく閉経というふうに言っていきますから、このあたりですね、妊娠可能な、期間が、終了することを閉経と言っていきます。で、そしてその閉経の前後に更年期という、状態が出てきますので、なんかイライラしたりとか、そういったところをですね、更年期障害というふうに言ったりしますから、なので、そんなところですね、閉経と更年期の違いについてしっかりと覚えておいてください。ということで、次はうとえは、正解なので4番が正解という形になりました。では次行きましょう。問い82番です。以下の記述に当てはまる婦人薬の漢方処方制剤として最も適切なものを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは1番が正解となります。体力中等度では皮膚はカサカサして色ツヤが悪く、のぼせるものの、月経不順と書いてあるんですけど、まあ、あといろいろ書いてあります。で、こちらに関しては1番の運生院になるんですけど、運生院っていうのは特にポイント、今私が読み上げたところですね、皮膚はカサカサして色ツヤが悪く、のぼせるもののっていうところでは、これ何かというと体が熱くなりすぎてるんですよ。のぼせるのそうですよね。あとは皮膚がカサカサして色ツヤが悪いっていうのは、何かというと、体が熱くなりすぎてるので、体表面にある水分がどんどん蒸発しちゃってるので、カサカサしちゃってるんですよ。で、色ツヤが悪くなっちゃってます。なので、この運生院使う人っていうのは、体が熱くなってるので、冷やしていく、漢方処方、温かいとあるんですけど、温かいのを清らかにしていきますよとありますから、冷やしていく漢方処方となりますので、そんなところで、ポイントを見極めていただくと良いかと思います。ということで、答えは1番が正解となりました。では次行きましょう。問い83番です。アレルギーの症状の仕組みに関する以下の記述について、括弧内に言うべき軸の正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは5番が正解となります。はい、こちら、まずはですね、そうですね、プロスタグランジン関係のところなんですよ。そうなんですよ。プロスタグランジン関係のところでは、特に肥満細胞とかが関係してきますよね。そして、あとはそれらのところで、関係する受容体というのはタンパク質だったりしますし、そしてそのプロスタグランジンの、働きというところですね。まあ、そのようなところもですね、ぜひぜひ、押さえておいていただきたいなというところでは、こちらのところですね、プロスタグランジン、私の、受験対策講座のところでは、プロスタグランジンは、痛い、熱い、炎症、胃の保護とかっていうところで、覚えて皆さんにいただいておりました。でもそれ以外にもですね、血管拡張作用とかが あることによって血管拡張させて、血管というのは網目状の構造をとってますので、血管を拡張させることによって網目が広がります。広がることによってさらにプロスタグランジンが他の細胞とかに、浸透しやすくなるように血管浸透性が更新してとかっていうことが
が書いてありますから、あ、そういうことなんだなというところですね。ぜひぜひ思い出して、押さえておいていただくと良いかと思います。ということで、答えは5番が正解となりました。はい。では次行きましょう。問い84番です。アレルギー用薬の配合成分に関する以下の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさいということで、こちら答えは3番が誤っている内容となります。3番のベラドンナ総アルカロイドは、鼻腔内の刺激を伝達する交感神経系に作用することと書いてあるんですけど、ベラドンナ総アルカロイドっていうのは、抗コリン成分です。抗コリン成分っていうのは、副交感神経ですよね。はい、副交感神経を、これは抑制するものでしたので、今回ここ交感神経系に作用ではありませんということで、3番が誤っている内容でしたので、問い84番の内容となりました。では次行きましょう。問い85番です。鼻炎及び鼻に用いる薬に関する以下の記述の正誤について正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは4番が正解となります。あについては、アレルギー性鼻炎は、鼻腔内に付着したウイルスや細菌が原因となって生じる、鼻粘膜の炎症で、蚊で症候群の随伴症状として現れることが多いよとあるんですけど、これ誤りなんですよ。これなんだろうって、これさらっと読むと分かんなくなっちゃうんですね。私もさらっと読んだので、あれこれ正解じゃないのとかと思っちゃったんですけど、違うんですよ。何かというと、これ正解はですね、これ、風邪症候群の症候群はいらないです。そうなんですよ。いやと。ね。風邪症候群の随伴症状じゃなくて、風邪の随伴症状になります。いやってなりますよね。そう。で、風邪の随伴症状のことを、風邪症候群とかって言ったりしますので、なので、風邪の随伴症状、熱だけじゃなくて、鼻水とか、あとは体がだるいとか、いろいろ出ますよね。そういった、いろいろ出るようなことですね、を、風邪症候群というような形でまとめて言っていきますから、なので、このあたり、風邪症候群の随伴症状ではなく、風邪の随伴症状というところで、ぜひ覚えていただくと良いかと思います。ということで、こちら、あは誤り、そして、いは正解、そして、う、一般用医薬品の鼻炎用点鼻薬の適用範囲は、急性またはアレルギー性の鼻炎及び、それに伴う、副鼻腔炎及び、蓄膿症であるとあるんですけど、蓄膿症はダメです。蓄膿症は慢性的なものなので、慢性的なものに関しては一般用医薬品は対象外になりますので、ということで、うは誤り。なので、えは正解。ということで、4番が正解となりました。大丈夫でしょうか。次行きましょう。86番です。点眼薬に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせを下から一つ選びなさい。ということで、こちら答えは4番が正解となります。あについては、点眼薬の一滴の薬液量は、結膜脳の溶石よりも少ないため、薬液が結膜脳に行き渡るように、一度に数滴点眼することが効果的とされているとあるんですけど、結膜脳というのは、結膜の、この、何ですか、こう、結膜ですね。眼瞼の裏側にある結膜の、要は脳、脳というのは、袋状のという意味になりますので、要は水が溜まる部分ですね。だから今回は薬液が溜まる部分のことを、結膜脳というところに言っていきますけど、で、そこの部分というのは、結構、溶石が、小さいです。少ないです。なので、一滴の薬液量の方が多いです。いいですか？一滴の薬液量の方が多いので、結膜脳の溶石が小さいので、一滴の薬液量で十分です。そうなんですよ。なので、一滴の薬液量は結膜脳の溶石よりも少ないじゃなくて多いです。なので、これ、何滴もじゃなくて、1回で十分ですよというところでご理解いただければと思いますので、あは誤り。そして、いとうは正解。そして、えは、一般用点眼薬、ごめんなさい、一般用医薬品の点眼薬には、緑内障改善ダメです。緑内障の改善は、これはですね、医療用の範囲になっちゃいますので、えは誤り。ということで、答えは4番が正解でした。では次行きましょう。問い87番です。眼科用薬に配合される成分に関する以下の記述について正しいものの組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは2番が正解となります。あについては正解。そして E、スルファメタキサゾールはウイルスによる結膜炎やモノモライ、そして、眼瞼炎などの可能性の症状を改善しますよとあるんですけど、スルファメタキサゾールというのは、これは、抗菌薬なんですよ。抗菌薬なので、菌です。ウイルスに対しては効果がありません。そうなんですよ。
ウイルスに対しては効果がないので、これは、ウイルスではなく細菌であれば正解になりますから、いわ、誤り。そして、ネオスチグミンはコリンエステラーゼの働きを活発にし、ではなく、活発じゃなくて抑えていきます。ネオスチグミンはコリンエステラーゼ阻害薬というものになるので、コリンエステラーゼの、働きを抑えていきますので、いわ、誤りです。はい。ということで、答えは2番が正解となりました。では次、問い88番です。外皮溶薬の配合成分に関する以下の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさいということで、誤っているのは4番になります。4番、デキサメタゾンは、副腎皮質ホルモン、ステロイドホルモンに共通する化学構造を持たない非ステロイド性の抗炎症成分ですよとあるんですけど、違います。ステロイドホルモンに、共通する化学構造、ステロイド骨格っていうんですけど、それと同じ構造を持っているので、こちらのデキサメタゾンは、ステロイド性の抗炎症成分と言いますから、ここのところを間違えないようにしておいてください。ということで、答え、こちらは4番が、誤ってる内容となりました。では次行きましょう。問い89番です。外皮溶薬に配合される成分及びその主な作用に関する以下の記述の正誤について正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは4番が正解となります。あ、ビフォナゾールなんですけど、ビフォナゾールはイミダゾール系の、抗心筋成分と呼ばれるものになりまして、これ皮膚糸状筋の細胞壁を構成する細胞壁じゃなくて細胞膜です。細胞膜ですので、ここが違っております。いやー、これね、本当ね、悔しいですよね。ということで、あは誤り。それから E、フラジオマイシンに関しては、フラジオマイシンは細菌のタンパク質合成を阻害していきますので、細胞壁合成ではございません。細胞壁合成は、こちらバシトラシンになりますので、このあたりですね、ディズニー映画とかにも出てきますので、ぜひぜひ興味ある方はですね、白色のふわふわの、なんか、ケアロボットが出てくるやつありますね。最初の頃に出てきますので、ぜひぜひ場所らしい見てあげてください。ということで、そんなところではですね、こちら、いは誤りとなります。そして、うとえは正解なので、4番が正解でした。では次、最後ですね、問い90番です。傷口などの殺菌消毒薬に関する以下の記述の正誤について正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら、1番が正解となります。全部正解ですね。特にこのあたりマーキュロクロムとヨードチンキのところ、殺菌作用が、併用すると低下していきますし、それから、消毒用エタノール、このあたりもですね、今このご時世のネタですよね。まあそういったところではですね、こう刺激性がね結構強かったりしますし、それからベンザルゴニウムですね、石鹸との併用もこれも低下しちゃいますから、そして、レゾルシンとかですね、これどうなのかというところですね、ぜひぜひ押さえておいていただきたいなと思いますので、なので、こちら全部正解の1番が正解という形になりました。はい、ということでここまでどうだったでしょうか。第3章ですね、まだまだ次も続いていきますよ、ぜひぜひここ苦手意識を持たずにですね、何度も何度も繰り返すところがすごく重要となりますので、皆さんぜひぜひしっかりと頑張っていきましょう。はい、ということでここまで動画がいいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ LINE などに登録していただきますと、質問などお受けしておりますので無料ですよ、ぜひ下の概要欄から、見ることできますのでご利用いただければと思います。はい、ということで本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。